皆さんこんにちは、コーチの辰石です。今回は戦術編ということで、トリプルスの特徴的な動きをこれから一緒に確認をしていきましょう。ダブルスであればセンターを抜かれてポイントになるところですが、リベロがカバーをして返球し、ラリーが続きます。前衛がポーチに出た際に開くサイドスペースへの返球に備えて、リベロがカバーに入る動きです。前衛の足元への鋭いボレーに対して、かろうじて取ったとしても相手のチャンスボールになってしまうケースでは、あえてスルーしリベロに任せる。これも瞬時の判断力を問われる特徴的な戦術ですね。前衛がネットに詰めたタイミングで相手のロブで頭上を抜かれても、リベロがカバーし返球することができます。角度のついたリターンに対してリベロがカバーに入る動きです。スマッシュに反応して返球。攻める方はスマッシュの方向や長さの判断が求められます。いかがでしたか？ダブルスでは決まっていたショットでもリベロに返球されるケースもあり、より頭を使った戦術が求められるようになります。無理をせずにリベロを信頼してボールを任せたり、新しいフォーメーションを工夫したり、チームプレーの幅がとても広がります。そしてポイントを取った時の嬉しさがアップするというのもトリプルスの醍醐味ではないでしょうか。皆さんもトリプルスを一緒に楽しみましょう。